あっちに行ってくか。行こう、ライブの時間だわ。泣いてるわ。捧げ物が欲しいそうよ。なかなかやるな。すぐに行こう。もっと強く。もう少し頑張ってみます。止まらないノイズ、一緒に歌おう。難しいですね。諦めてもダメです。私がサポートします。私のライブどうだった？よかった？特別方法？戦闘か。わかった。動くわ。預ける時間だわ。なかなかやるな。もっと鋭く。止まらないノイズ、一緒に歌おう。やりました。すぐに行こう。行こう。止まって。地面がおかしいです。掘り返された跡があります。待ち伏せ？待ち伏せではないわ。それぞれの面積がそこまで広くないから。狭い面積、多数の跡。バックアップなしでこの地雷原を通るのは危険すぎます。もちろん命令なら従いますが。ちょっと失礼しますね。エブラ粒子の浄化シーケンスを稼働。浄化中。濃度 64.57%、 31.51%、 エブラ粒子の濃度 2.83%、 浄化完了。地雷スキャン開始。スキャン完了。マーキングします。うまく避けて進んでください。すごく早いですね。やっぱりプロトコール。そんなことより、あなたいつからいたの？すみません、やっぱり気になったので戻ってきました。私、疑われても仕方ないとは思いますけど、
私は皆さんが好きです。みんな知ってるでしょ。親しくなったと思ったら逃げたちは消えてしまう。オペレーターの行動指針に逃げに心を許すながあるほどなんです。でもそれができないんです。私は皆さんに長く生きてほしい。そうできるようにお手伝いしたいんです。もう別れは嫌です。仲間なんですから。うん、信じてもらえませんか。ごめん、完全に信じるってのは私には無理かな。でも頑張ってみるよ。はい、わかりました。これが青春。あ、ごめんなさい、アークレンジャーの録画忘れてしまいました。それは残念。レッドレンジャーが博士の実の息子だったという内容だけでしたね。大した内容じゃなかったですよ。ちょっと何ネタバレしてるのよ。これ5話からずっと伏線があったんですけど。いくらなんでもそれ言っちゃう。ネオ、早く行きましょう。私たちなら勝てます。すぐに行こう。止まらないノイズ、一緒に歌おう。もっと鋭く、うん、なかなかやるな。ダメです、私がサポートします。勝利です。私たちやりました。狩りの時間よ。行こう。すぐに行こう。もっと鋭く、止まらないノイズ、一緒に歌おう。ぬるいな。やめてはダメです。私がサポートします。私たちやりました。わあ、敵が分かった、動くわ。
私の歌がこの場所に響き渡るように。面白くなってきたじゃん。なかなかやる。止まらないノイズ、一緒に歌おう。いい戦いだった。次はもっと強いものと戦いたい。全部勝った。動くわ。特別にやる。敵が来ます。わは泣いてるわ。捧げ物が欲しいそうよ。止まらないノイズ、一緒に歌おう。次、もう少し頑張ってみます。なかなかやるな。諦めてはダメです。私がサポートします。私のライブどうだった？よかった？行こう。エンカウンターです。特別にやってあげるの。一生懸命やってみる。次、こうやって。止まらないノイズ、一緒に歌おう。
特別にやってあげるの。前方に巨大粒子砲を発見。モデルは MSIC-007、 ミシリスで開発した高密度の粒子砲モデルです。直線でバキューンで撃ちます。あのコロンザみたいなものです。射程距離は2000、射線上の遮蔽物や障害物を計算。当たったら完全燃焼、骨も残りません。内部にエネルギー反応はある。でも今すぐ発射される気配はなし。何がトリガーかは不明。射線を避けて交戦してください。発射されてからでは遅いですから。ラプチャはロード級でいます。撃破すると軍需品の製造工場に侵入できます。ラジャ、状況終了。オペレーターが2人もいるから楽勝ね。粒子砲が稼働。エネルギーチャージ中。お、なんてタイミング。ついてないね。アニス、ネオン、今射線上にいます。回避して。粒子砲発射されます。古すぎ。発射する出力なかった。びっくりしましたが。あいつ、何か言うことがあるならどうぞ。助けに来てくれてありがとうとか。あなた、怒ると思ったより性格悪いわよね。アニスも思ったより疑い深いみたいですね。私、前に。もういいです。いつか話してくださいね。そう。考えてみたら本当にムカつきますよね。私のことが信じられない。皆さんと一緒にいて私が何回死にかけたと思っているんですか。私はスパイだから適当に報告だけしておけばいいのに。それでも一緒に命を懸けて戦ったのに。ごめん。もう知りません。
自分で起き上がってください。あ、もう怒ってないよね。多分ね。